リンダバックはアメリカの生物学者。嗅覚系の研究により、リチャード・アクセルと共に2004年のノーベル生理学・医学賞を受賞した。ノーベル賞の対象となった画期的な論文は1991年に発表された。彼女とリチャード・アクセルは、嗅覚の受容器が G タンパク質協約受容体の一種であることを見出し、その遺伝子群の同定に成功した。 さらに哺乳類のゲノム中には約1000種の異なった嗅覚受容体を高度する遺伝子が存在すると予想した。この研究は嗅覚作用の分子遺伝学的解析に大きな道を開いたものとして評価されている。ワシントン州シアトルで生まれ1975年にワシントン大学より心理学と微生物学の理学志望を終え1980年に ダラスのテキサス南西医療センターから免疫学で学術博士号を取得。博士号を取得後の仕事を彼女はコロンビア大学にてリチャード・アクセルの下で行った。1991年にハーバード大学で神経生物学の教員となった。彼女が最も興味を持っている研究はフェロモンや匂いがどのように鼻で検知され脳に伝わっているかである。また、 シノラブディス・エレガンスの老化の基礎的なメカニズムや寿命についても研究している。彼女はフレッド・ハッチンソンが研究所の基礎科学部門の正官員であり、シアトルのワシントン大学の生理学及び生物物理学の教授であり、ハワード・ヒューズ医学研究所の研究員を務める。彼女は2004年に米国科学アカデミーに入った。 2015年王立協会外国人会員選出。バック、リンダ、アンド、リチャード・ワクセル、1991、A ノベル・マルティジーン・ファミリー、名ンコード・オーディラント・リセプターズ、A モレキュラー・ベーシス・フォー・オーダー・リコグニション、セル65、175、183、ドイ、10.1016、0092から8億6749万418、X。 ありがとうございます。